白百合ペット王国、皆さんこんばんは。こんばんは。今日も始まりました白百合ペット王国。元アナウンサーで所沢市内の合唱団に所属し、なぎなたの有段者で数々のボランティア活動をされている茶子さんと、所沢の米で日本酒を作る会を立ち上げ、脚本、童話、エッセイも書き、ペット総裁の仕事をされています菊池一夫さんとお送りします。この番組はゆりかごから墓場までペットの一生を網羅した30分ラジオ番組です。この後一緒にどうぞお付き合いください。今回のメニューはオリンピックデーとは、カラスってどんな鳥、私が信頼の架け橋になる、渡辺和明さんの記事からでお送りいたします。この番組は所沢でお部屋を探すなら、お部屋探しのパートナー株式会社 TS と、ペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたします。それではオープニング曲、シンガーソングライター八木田舞ちゃんで哲学をお聴きください。そっと泣く鳥もいれば、大声で泣く鳥もいる、飛び方を知らないあの鳥も明日には西へ飛んでゆく。白百合ペット王国、茶子さん、はい、6月も半ば、先日私もコロナのワクチンを受けてきました。あ、私も1回目は接種しました。あ、そうですか。ニュースでも大型会場や職場、学校とずいぶん進んでいますね、うん、なんかほっとしますね。あ、そうですね、はい、あの6月23日がオリンピックデーとありましたが、どんなことだったでしょう。東京オリンピックが近づきましたね、はい、第二次世界大戦後の1948年、はい、国際オリンピック委員会 IOC は第42次総会において1894年6月23日の IOC 創設を記念し、同日をオリンピックデーとすることを決めました、うん、そして各国のオリンピック委員会NOC に対し、オリンピックムーブメントの一環としてオリンピックで記念行事を実施するよう呼びかけました。日本では戦後間もない当時、参加が認められなかった第14回オリンピック競技大会、1948年ロンドンに合わせて開会式の7月29日に明治神宮外苑競技場において独自にオリンピックデーを記念する行事を開催しました。同行事では競技団体代表の入場行進、オリンピック旗の掲揚、体操競技のオリンピック候補選手による模範演技などが行われました。ここに来てやっとオリンピックの話題も耳にするようになりましたが、全国の聖火リレーは粛々と行われているらしいですね。ね、3月25日からスタートでしたね、はいはい、あの前に番組にも出ていただいた矢部十和子さんのお父様も聖火を掲げて大阪で走ったそうですよ。予定コースではなくイベント会場でっていう話も聞いています。早く安心な地球に戻さなくてはいけませんね。カラスの赤ちゃん、なぜ泣く？
から近くて家賃もお手頃、ペットも OK、 そんな物件ないかしら。あるんです。駅から近くて家賃もお手頃、もちろんペットも OK、 私たち TS にお任せください。所沢市南住吉株式会社 TS。 白百合、白百合、白百合。あなたのペットのもしもの時に真っ白い百合を思い出してください。白百合ペットセレモニー。お問い合わせご相談は04-2928-0900まで。白百合ペット王国、茶子さん。はい。カラスって早起きな鳥ですよね。生ゴミの日などは夜明け前の暗い時間から元気な鳴き声が聞こえてきます。ああ、そういえば鳴いてますね。はい。あの、以前に訳ありカラスを保護してお世話しているお宅に取材したことがありましたよね。ええ。そのカラスはもしもしとか簡単なおしゃべりをしたと、そういうふうなことでした。今回はカラスってどんな鳥なのか見てみたいと思います。はい、資料から紹介します。カラスはまだ日が昇りきらない早朝から活動します。夜明けより30分前にねぐらを飛び立ち、食探しに出かけます。食べ物を漁って満腹になると、昼間は休息したり遊んだり水浴びをしたりして過ごします。カラスのねぐらはどんな場所であろう。ハシブトガラスもハシボソガラスも、夜間は人と距離をある程度保つことのできる森林で、何羽も集まって夜を過ごし眠ります。さらに秋から冬にかけてはそれぞれの群れが集まり、一箇所で夜を過ごすようになります。これを集団ねぐらと呼びます。集団でねぐらを作るのは体温が調節しやすい、餌場などの情報交換のため、外敵から身を守る、つがいを見つける機会を増やすなどの理由があります。カラスのねぐらは本来大きな常緑樹などの暗い森林、例えば山の中腹の森や鎮守の森などに作られてきましたが、都会では規模の大きな緑地の公園や神社などに集まります。ねぐらは数十羽ほどの小さなものから、大規模なものだと1万羽近くまでになると言われています。数百から数千羽程度のものが最も多く、全体の7割程度とされています。ただしねぐらに集まる数は季節によって変動があります。春から繁殖期にかけては子育て中のつがいがねぐらではなく巣で夜を過ごすため減る傾向があるようです。秋になるとその年に生まれた幼鳥が加わって数も増し、冬は最もカラスの数が多くなります。カラスってどんなものを食べるんですか。ハシブトガラス、ハシボソガラスとも雑食性です。果実や穀類などの植物質の食物と、動物の死体などの動物質の食物、どちらも食べます。人に由来する食べ物だと、ゴミに混ざっている生ゴミ、人が揚げたパン、動物の餌などを食べているようです。カラスが生ゴミを食べていると言っても、それほど腐敗したものを食べているわけではありません。腐敗した動物の死体だとカラスも食べません。カラスの行動範囲ってのはどれくらいですか？都会のカラスは毎日どのくらいの距離を移動しているのでしょうか？最近の調査の結果から、縄張りを持たないハシブトガラスの若鳥だと、ねぐらから10キロ程度移動することが分かっています。はい。カラスの寿命ってのはどれくらいなんでしょう。一般に野鳥は帰らない卵や巣立った直後に命を落とすヒナが多いため、幼少時の死亡率が非常に高い動物です。カラスも最初の年を超えられれば10年から20年程度生きるのではないかと考えられています。カラスの一生と巣立ち、栄巣は？カラスは主に3月から6月頃が繁殖期です。幼鳥は
6、7月ごろ巣立ちます、うん、8月から9月になると幼鳥は一人前になって親元を離れ若鳥の群れに合流して集団で行動します。カラスのような大型の鳥は繁殖ができる年齢になるまでに 2,3 年かかります、うん、やがてつがいになる相手が見つかると雌雄のペアで縄張りを構えます。縄張りとは主に繁殖の時期に侵入者が入らないように防衛しつつその中で食べ物を取り巣を作って子育てするためのテリトリーのこと。要するに家庭菜園付き一戸建て住宅のようなものです範囲は巣を中心に半径20メートルから100メートルと言われています。ヒナの巣立ちが終わると親鳥は再びつがいだけになった縄張りを守りながら非繁殖期を過ごすのです。はい、カラスの知能はどんな感じでしょうか。知能は高く優れたコミュニケーション能力を持っていると言われるカラス。鳴き声で情報を交換したり人間の行動を学習して真似をしたりすることができます。少なくとも17種類の音声を操り仲間と情報を共有しているようです。あの公園の水飲み場で蛇口をひねって水を飲む行動が目撃されています。人間が水を飲む様子を見て真似をしたことがうかがえるんです。威嚇をするのは子供や仲間を守るためで人間がカラスの縄張りに入ってしまった場合などに行うようです。ヒナがいるときはより警戒心を強めますが相手が危害を加えないと分かると即座に威嚇をやめるという判断力も兼ね備えています。カラスはペットとして飼えますか。ペットとしての飼育は可能です。ただし鳥獣保護管理法を守る必要があります。鳥獣保護管理法とは野生動物の乱獲を防ぎ生態系を守るための法律です。違反すると罰金も課されます。飼育をするには飼育許可証の発行が必須です。決められた領域に領区内で捕獲をし国に発行してもらう方法と怪我をした個体を保護し役所に届け出をして発行してもらう方法があります。条件が厳しいので簡単に飼育できるわけではないようです、はい、人懐っこく一度飼育すると野生には戻れなくなるので最後まで責任を持って飼育しましょう、うん、寿命は20年から30年ほど。毎日の水浴びや日光浴などそれなりの手間はかかりますのでペットにしたい方よく考えてから実行してください。はい、以前松ヶ丘の佐藤さんのお宅に取材行ったことありましたよね。はい、あの時のカラスも、うん、ワンちゃんが加えてきたって言ってましたけどこれも巣から落ちてしまったカラスだったようなんですね。あ、そうですね。あ、思い出しました、はい、あのなんか鳥かごに入ってた真っ黒け、うん、そうそうそうカラスでしたねそうそうそう思い出しますよ、はい、あの巣から、ね、落ちると、うん、本当にもうダメなんだそうですね。あのここのお話の資料の中にもね、やっぱりこう小さい時に、うん、その命を落とすヒナが多いっていうあの話ありますけれども、ね、はい、私ね一度遭遇したことがあるんですね。もう10年以上も前になるかもしれませんけど、早朝朝6時前ぐらいですけども、ちょっとあのジョギングで外行ってたことがあるんです。そしたらなんかねあの近く の, あのご主人が地面の方を見てねなんかあーとかって声出しててどうしたんですかって私もねつい声かけてしまったら、いやカラスのヒナが落ちてんだよって言って話されて、それであの足元にねやっぱりあのヒナがいたんです、それであのえここからって見上げたらアパートの 3,4 階ぐらいの高さのあるすごいあの市 の, あの記念の木に指定されているようなあの木だったんです。ちょっとその木のね種類の名前が思い出さないんですけれども、あんな高いところにカラス巣を作るんだねって、
そっから落ちたんだって、うん、怪我してないってしばらく私もその話に混じったんですけれども、はい、ご主人も、ああもうこれしょうがないかなってね、言われていたのが耳に残ってます。そうですか。そんなことありましたよ、うん、あそうですか、さっきねぐらの話がありましたよね、はい、私のね仕事場のそばに林がありましてね、うん、はい、そこのところずっとね10年以上も見てますけどね、うん、夜になるとカラスがそっちからこっちから帰ってくるんですよ。そしてね、うん、ある程度数になるとわーっと空をねこの飛び回って、うん、そしてまた林に行って、うん、でそのまま落ち着くのかなと思うとまたねそこから飛び立ったりして、うん、まあしばらくそういうふうにして、そしてあと夜を迎えていくってこういうふうな林があるんですよ。でもそこ住宅地ですよね住宅ちょっと外れの方ですけどね、でそこのところにね、うん、ある時にフクロウが来て、うん、それで私もフクロウの声っての初めてねその時に聞きましたけどね、そのカラスのねぐらでフクロウが鳴き始めたんですよ。あらそうしたらね、うん、カラスが落ち着かなくてね、うん、ざわ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 飛び立ったりね、うん、とにかく自分たちのねぐらこうしてね、うん、変なやつが来たってこういうふうなことで大騒ぎだったんでしょうね、うん、まあ一晩中ねフクロウも鳴いてるしね、そうなんですか、そんなことありましたよ。いやそういうのはあんまり知らないけれども、もう数百羽から数千羽の、その集団ネグラって、ありましたね。ありましたね。私がね、すごいそのカラスの集団の移動を見たっていうことは、そうだ、北海道の札幌へ行った時に、もう夕方だったんですけれども、団体の観光バスに乗るために、もう5時過ぎでしたね、11月の旅行だったんですけれども、もうだいぶ暗くなり始めてる頃に、その大通公園の中にも結構大きな木があるんですね、でその木をねぐらにしていたんでしょうか、そのブワーっていうその数が飛び立って泣いたり、その羽音っていうのがすごい音になって、その頭上をこう回っていて、観光客の人とかみんなね見上げてね、うわーって言ってたことがあるんですね、はい、カラスの集団ねぐらそれだったのかもしれませんね、うん、でも、真っ黒けの大群、あれ一回だけですけどね見たのは、おそらくそうだったでしょうね、はい、でも怖かったですよ、うん、そうだね、あれぐらいねいっぱい揃うとこれは本当に不気味ですよね。そうですよね、あのね、うん、カラス本当に頭がいいって聞いたことありますけどね、あのクルミ、はい、あれどうやって割るんだろうなと思ったんですけどね、うん、カラスがねクルミ食べるんですよ、うん、身を持って、うん、そしてあの下車が通るところその上に電線がこう、うん、張ってあるところがありますね、うん、そこに行って何か加えてこうじっと待ってて、車が近づいてくるとその前にポトッとね、うん、落とすんですよ、うん、でねうまくこの車でね、うん、引かして、そしてその割れたそれをね食べてるんですねこれね相当頭がいいなと思いましたよ。そうですよねもう本当に調査済みという感じで予定行動ですね。そうですね、頭がいいっていうと、前にもお話ししましたけど、去年の5月頃、ちょうど自粛生活をしていて、うちの中でこう朝早くですけれども、天井の方でコタカ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 タっていっぱい走る音がしてて、早い時間だったので気味が悪いけれども何の音だろうって不思議だったんです、でもその日は終わって、その何日かしたらまた後で同じような音が聞こえて、いつも続くので何だろうと思って、やっぱり不思議で2階をいろいろ探したんですね。そしたら入り込む隙間はないし、ベランダだと思って、で見たらベランダに洗濯を干すハンガーを置いてあったんです、針金の。そしたらそれがバラバラにされていて、
そのハンガーを持って行かれていたんですね。それを目的でカラスが来ていたんですね。あれね、巣作りするときに ねそう聞きました。あれをね使うんです、あ、それも見たことありますよ、ハンガー加えてね飛んで歩いてるのも見たことあります。加えてる姿は見なかったんですけど、カラスに違いないって、あの現場を見た時に思いました。 あとね、とってもこのいたずらなんかしたらね、もう記憶本当にあいつにいじめられたんだってのはいつまでも忘れないみたいなんですよ。あの石をね、カラスにいたずらして投げつけた、そうしたらね、いつまでたってもねその一羽のカラスが来て、そしてね、この威嚇してくるんですよ。でなんでだろうって聞いたらね、いじめたことはなかったかって、そう言われればね、まあ何回かね、石ぶつけたことあるって、それなんだって。もうね、いつまででもね、そうやって仕返しされるんだぞって、あまりね、あのカラスなんかいじめちゃダメだぞって、こういうふうに言われたことありました。そうですね、もう本当やっぱり都会の中にもたくさんいますし、うちもあの鳩のひな、カラスでね狙われたこともありますしね、嫌いではないんですけれども、やっぱりちょっと注意すべき鳥かもしれませんね。そうですね。白百合ペットセレモニー、愛する小さな家族の旅立ちをお手伝いいたします。ペットの送り人として心を込めてご葬儀を受けたまわります。白百合ペットセレモニー、カタカナでところスペースペットセレモニーで検索。白百合ペット王国、新聞のこんな大見出しが目に留まりました。私が信頼の架け橋になる。内容がこの番組の概念にもぴったりですので紹介してみたいと思います。茶子さん、お願いします。はい、新聞記事を紹介します。はい、テレビ番組でも活躍するペットの美容師、凄腕グルーマー。店頭の看板にある日本一優しい犬のシャンプー屋さんを目指し、週末ともなると首都圏各地から多くのお客が訪れる。渡辺和明さん、オーナーを務めるグルーミングスペースシンプルには、噛みつく、吠えるなど一癖も二癖もある犬が多くやってくる。他の店で断られたワンちゃんもうちでお預かりしています。問題行動で困らせてしまうワンちゃんたちの最後の砦になろうと決めているんです。最近では人気アイドルが動物愛護施設などでトリミングを行うテレビ番組の企画にアドバイザーとして出演も果たしている。先日、保護犬だったシーリハムテリアを飼い始めたという男性が店を訪れた。リードを持つ手には絆創膏がいくつも貼られ、噛みつき癖のあることが一目で分かった。ドッグトレーナーから品川にあるペットサロンシンプルさんならトリミングしてくれると聞き訪ねてきたという。当初、渡辺さんに対してもうなり声を上げ、歯茎をむき出しにして吠えるなど警戒心をあらわにしていた。渡辺さんはまずその犬に構うことなく全く別の作業をする。そのうち近くに座って、大丈夫、怖くないからねと声をかけ、少しずつ体を撫でるなど徐々に距離を縮めていった。約2時間後、ようやくシャンプーやトリミング、爪を切るなどのケアを施した。しばらくして迎えに来た飼い主は、渡辺さんが楽しそうに犬の顔を撫で、犬もまたそれを受け入れている様子に驚きの表情を浮かべた。7歳のシーズー犬を抱えた夫人は、いろいろな店に行ったけど、ここが一番丁寧なんです。トリミングが終わった後のこの子の顔が全然違うと。渡辺さんが理想とするのは、犬に負担をかけない美容法。その実現のため技術を研究し身につけてきた。例えば爪切り、かつて痛い思いをしたことで爪切りに拒否反応を示す犬は多い。
嫌がる犬の体を上から無理に押さえつけては絶対ダメ。そんなことされたら人間だって嫌ですよね。渡辺さんは犬の後ろから足を持ち上げ、肉球を包み込むようにそっと握る手法を用いる。シャワー音に敏感な犬の場合、シャワーヘッドに布をかけて優しい水流で洗い流す。顔にハサミを近づける際は驚かせないよう、口の周りから鼻先にかけて徐々に刃先を進める。またシャンプー剤を事前に温めておくなど、徹頭徹尾、犬の側に立った施術を心がける。渡辺さんが提唱するのはラポールグルーミング。ラポールとは信頼関係を表し、グルーミングは動物の手入れをすること。何事もまず信頼があってこそ、ワンちゃんが喜んでくれれば飼い主さんも笑顔になる。私はワンちゃんと飼い主さんの心の結びつきを強める架け橋でありたいんですと話す。幼い時からの動物好き。獣医を目指したが獣医学部には進めなかった。将来の夢を見失いかけた時、ラジオから流れるトリマー養成の専門学校の広告を聞き選んだ道だった。専門学校で出会った幸子さんと結婚。念願のペットサロンを開業したのは2011年、平成23年11月。それまで住んでいたアパートが取り壊されることになり、手にした撤去費用が開業資金になった。渡辺さんは培ってきた技術やこだわりの自作道具の数々を SNS で発信していく。気難しい犬にも優しく声をかけ、楽しく手際よく作業を進めていく動画を見たプロのトリマーや専門学校から講演の依頼も受けるようになる。2018年、動物を扱ったテレビ番組の出演依頼が来た。人気アイドルが渡辺さんの店を訪れ、ダックスフンドをトリミングするという企画だった。ペット業界の中には多頭飼育や動物虐待など生命を軽視する現状があることも事実です。そうした風潮に警鐘を鳴らし、ペットの命の価値を高めていきたいと、その思いで千葉県内の動物愛護団体を訪問し、保護犬たちのボランティアトリミングの活動も続けてきた。開業から本年で10年の節目を迎えた。犬と人、心を通わせ、信頼の架け橋を広げていく。という記事、今読ませていただいたんですけれども、この、テレビ番組で紹介されたっていうお話、はい、私この番組多分見てる。あ、そうですか。はい、土曜日の昔志村けんさんの、はい、動物番組がありました。 ありましたね。あの後今、はい、相葉くんがその後をやっているんですけれども、はい、相葉くんがすごくそのトリミングをしたりとか、ボランティアで活動されている様子、いつも私もテレビで見るんですけれども、はい、この東京の品川っていう紹介になってますけれど、はい、多分この回私ね見てますよ。あ、そうですか。はい、はい、まあペットに接するにもこの渡辺さんのようなそういうふうな思いで接していくってことが大事なんですよね。そうですね、はい、白百合ペット王国、番組もいよいよ終盤に差し掛かりました。今回はオリンピックデーとは、カラスってどんな鳥、私が信頼の架け橋になる渡辺和明さんの記事からを紹介しました。この番組は所沢でお部屋を探すなら、お部屋探しのパートナー株式会社 TS とペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたしました。お別れはドリーミングのオリジナル曲から日の光を、田島玲子さんでお聞きいただきながらのお別れです。それでは次回まで皆さんごきげんよう。